新卒で東京から名古屋転勤になった26歳会社員です。今回は東京の友達が名古屋に来てくれて琵琶湖テラスへドライブに行った日を紹介します。まずはモーニングということでツバメパン&ミルクさんへやってきました。土曜日の8時30分頃に訪れたのですが、待たずに入店できました。店内はこんな感じです。この日は天気も抜群でとても気持ちが良い朝でした。モーニングのメニューはこちら。ドリンク料金とプラスにお支払いすることでモーニングがついてきます。僕は炭焼きアイスコーヒーを注文しました。友達はホットカフェオレを注文。モーニングメニューはドリンク代とプラス220円で注文ができる小倉トーストを注文しました。いやー、いい朝ですね。最高のスタートです。ホイップ、バター、あんこを混ぜていきます。それではいただきます。見ていただければわかると思うのですが、この厚切りのもちもちの食パンがめちゃくちゃ美味しいです。炭焼きコーヒーは深みのある苦味で朝にぴったり。今回名古屋に来てくれたのは僕の同級生の26歳なのですが、いくつかモーニング店舗を紹介しましたが、ツバメパン&ミルクさんに行きたいということでこちらの店舗になりました。最後にゆで卵もいただきましてごちそうさまでした。琵琶湖テラスへ行くために滋賀県へ向かいます。琵琶湖大橋を渡っていきます。琵琶湖大橋の位置は左下地図の赤丸をつけた部分です。ここまでは名古屋から休憩を挟んで約2時間といったところでしょうか。琵琶湖テラスの前に腹ごしらえをしに行きます。僕たちが見つけたお店は近江牛がリーズナブルな価格で食べられる大吉さんです。多くの著名人も訪れているようです。2階の席へ案内していただき、お席はプライベート空間が保たれた個室でした。メニューはこちら。ランチの価格帯はだいたい3000円くらいで近江牛が味わえるといった価格感ではないでしょうか。僕たちが選んだメニューは近江牛3点盛り網焼きランチ3300円。近江牛ステーキひつまぶし2640円。この色鮮やかな近江牛がとても食欲をそそりますね。私、名古屋グルメ研究所は近江牛肉鍋を注文しました。2750円です。このボリュームでなんと2750円、とても安くはないですか。セットでついてきた甘い味付けの牛しぐれが白いご飯と合ってめちゃくちゃ美味しかったです。一口目はすき焼き風にしていただきます。それでは初近江牛を実食していきます。初近江牛は脂っこくなく肉本来の旨味がありとても美味しいなという印象を受けました。そしてご飯のおかわりがなんと無料です。この上なく幸せなランチタイムでした。大吉さんから車を走らせること約20分。今回の旅のメイン目的琵琶湖テラスへ向かいました。この長いロープウェイの先に琵琶湖テラスがございます。駐車場からの眺めもすでに良かったです。それではロープウェイへ向かっていきましょう。
今回はロープウェイの往復チケットは事前にウェブで購入いたしました。当日だと大人3500円、ウェブだと2000円なので事前に購入しておくことをお勧めいたします。ロープウェイは15分に1本の間隔で運行しております。それでは実際にロープウェイに乗ってみましょう。実際に対面してみると思ったよりも大きかったです。窓に汚れがあったのが気になりますが、景色はこんな感じ。パッと見で50人は乗っていたと思います。それでは琵琶湖テラスへ向かっていきましょう。3月上旬ではまだ雪が残っておりました。友達をこけさせようと押してみましたが、なかなか本気で嫌な顔をされました。ロープウェイ降り場から歩くこと約5分。僕たちのこの旅のメイン目的である琵琶湖テラスへ。琵琶湖を上から見下ろすことができる標高約1100メートルからの景色はこちら。ややもやがかかっているかなといった印象ですが、とても綺麗な眺めです。この日は学生さんや若いカップルがとても多かったです。こちらの真裏にカフェがあってコーヒーを飲んでみました。最高なので皆さんもぜひやってみてください。名古屋へ帰る前にもう一箇所寄ります。近江最古の大社白髭神社へやってまいりました。近江の生津島とも呼ばれております。延命長寿長生きの神様として知られ、縁結び小授け開運招福学業成就交通安全航海安全など人の営みごと技ごとの全ての導きの神でもあるとのことです。ここから約2時間かけて名古屋へ戻ります。道中に発見したこの不思議なお店が気になります。やってきたのは1本80円の人気串カツなど名古屋グルメを味わえる居酒屋佐野屋さんにやってまいりました。旅の終わりは名古屋グルメでということで、まずはアサヒスーパードライ中瓶を3人でシェアいたします。お通しはレンコンの和風煮でした。コスパ抜群のメニューがこちら。ここからは注文したグルメを紹介。パリポリサラダ460円、チーズオムレツ500円、タコの唐揚げ550円、串カツ味噌ソースにしました80円かける6本、そしてキノコバターホイル500円です。こちらはブリの塩焼きとなっております。楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。最後に本日のベストショットを添えて終わりにしたいと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。